今日も一日お疲れ様です。お便秘解消、くびれも作って下っ腹もへこむ、お腹すっきり3分間マッサージです。まずお風呂中の方はボディーソープで体を洗うついでに、お部屋の方はボディークリームなどを塗り広げて滑りを良くしていきましょう。摩擦は肌トラブルの元なのでたっぷり塗ります。マッサージの回数や順番はお好みで調節してもらって大丈夫ですが、早くたくさんやれば効果が上がるとかではないので、動画を見ながら真似してみてください。それでは3分間マッサージスタートです。まずは背中側の腰回りからこびりついた脂肪を流れやすくほぐしてあげるように、皮下脂肪の奥の筋肉を軽くマッサージするような力加減で行います。お腹側も忘れずによーくほぐしたら、肋骨の一番下の骨に沿って背中からお腹の方に親指全体を使ってクイーッと流します。5回ほど流したら、一番柔らかいくびれの位置も同じように流します。次に腸骨の一番上の骨に沿って同じように流します。最後に背中からくびれを通って集めた贅肉や老廃物を一気にゴミ箱に持っていくようなイメージで、鼠径リンパ節まで流します。軽くプッシュしたら反対に行きます。同じように背中側の腰回りからお尻の上の方もしっかりとほぐしていきます。お腹周りが夏でも冷えているような方は燃焼しにくい状態になっているので、念入りにほぐしましょう。前の方も手のひら全体で軽く圧をかけるようにほぐします。さあ、肋骨下を親指でグイーッと前へ5回ほど、くびれの位置もこの動き毎日続けると本当面白いくらいくびれのラインが強調されてくるんでおすすめです。腸骨の上も5回ほど。最初はくすぐったかったり指がなかなか入らないかもしれませんが、だんだん柔らかくなって指も奥まで入るようになってきます。そして最後に背中からくびれを通って鼠径リンパ節へ、贅肉や老廃物をポイッと流して、お腹の中から美しくなっちゃいましょう。グリグリと鼠径リンパ節をほぐしたら下っ腹いきますよ。おへその周りの気になる贅肉たちをブニブニとつまんで、こびりついた脂肪を流れやすいように引き剥がしていきます。おへその右下からイラストを見て、腸の形をイメージしながらなぞるように、10回ほどゆっくりと、気持ち悪くならない程度に軽く圧をかけながらさすり流していきます。お便秘気味の方は腸の中で迷子になっているおべんべん殿にね、ゴールはこちらですよと流れを教えてあげましょう。慣れてきたらこんな感じで手を回しながら行うと、よりお腹に刺激を与えられます。もうお便秘にはね、このマッサージと朝のバナナジュースが最強だと思ってます。私は昼はこれしか飲まないので、栄養バランス的にプロテインとかリンゴの食物繊維パウダーとか混ぜてますけど、全然バナナと牛乳豆乳とかだけで十分だと思います。最後に鼠径リンパ節をほぐして終了。お疲れ様でした。努力するあなたは素敵です。